では今度はテニスボールを使って筋肉をほぐしていきます。ほぐす場所は背中の僧帽筋という筋肉です。肩の上側にある筋肉をほぐしていきます。そのままマットに置いてあるテニスボールの上にボールを肩の上の方向に乗っけていきます。そのまま息を吐きながらゆっくり腕を持ち上げていきましょう。そのまま息を吸ってゆっくり戻します。動かせる範囲で構いません。もし乗せてるだけでも痛い場合は動かさずに置いたままでも結構です。約1分間ほど行っていただけると筋肉も緩んできます。